吉野口駅は奈良県御世市古瀬にある西日本旅客鉄道近畿日本鉄道の駅である。両社の共同使用駅で JR 西日本が管轄している。JR 西日本の王子鉄道部と近鉄の下市口駅が共同で管理している。JR 西日本仕様の近鉄駅名標端式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、合計3面5線のホームを持つ。 地上駅で開業時からの古い木造駅舎が現在も残っている。うち JR は2面3線、近鉄は2面2線の仕様となっているが、島式ホームのうち1面は JR と近鉄の共有となっている。そのため、JR と近鉄は改札内での乗り換えが可能であり、さらに特定の倍同一ホーム上での乗り換えが可能という得意な構造となっている。駅舎は東側にあり、 島式ホームとは地下道で結ばれている。列車の本数は近鉄が多く、現在停車する。最長編成は JR が6両、近鉄は4両である。駅名表は近鉄線のホームも含めて JR 西日本の仕様に統一されているが、近鉄線ホームのものは JR ロゴがない代わりに、近鉄仕様の駅番号が表記されている。2番3番乗り場の待合室内に自販機がある。 トイレは一番乗り場にある JR 西日本の直営駅であるが、マルス端末の設置はなく、窓口での JR 乗車券の発券は、ポス端末を用いて行っている。そのため緑の窓口は設置されていない。近鉄の乗車券については、後日の自動券売機の他に普通回数券や、券売機で購入できない区間の普通乗車券を JR 窓口で委託販売しているが、 いずれも自動改札を利用できない手書きの補充券となる。特急券は窓口で販売されていないが、大阪安倍の橋行きのみ、ホーム上の自動券売機で購入することができるものの、インターネットで予約した特急券の受け取り以外は、直近の列車のみ発売となる。また、定期券の購入は窓口、予約販売のいずれも不可能となっている。改札外には JR、 近鉄それぞれの自動券売機が設置されている。交通系 IC カードについては近鉄側改札口に IC カード用の簡易改札機が設置されている。当駅から IC カードで JR 和歌山線に乗車する場合は乗り換え改札機にタッチしなければならない。一番乗り場のみが端式で残りのホームは島式である。JR 線の高田王子方面行き列車については 通常4番乗り場に発着し、一部の列車が5番乗り場に停車する。なお、1番乗り場から大阪安倍野橋方面への折り返しも可能であり、5番乗り場は高田方面と五条方面の両方向の入線、発車に対応している。2番乗り場の大阪安倍野橋方面と3番乗り場の五条方面は、相互に同一ホーム上での乗り換えが可能である。 直通運転を行っていない JR と大手私鉄が同一ホーム上で乗り換えられるのは全国的に珍しい。近鉄と同様の設備が存在する駅として、柏原駅が他にある。近鉄吉野線は吉野鉄道によって開設された路線で、当駅で吉野杉の貨物通け渡しを行うために国鉄のレール幅に合わせて建設された。また、 近鉄吉野線の坪坂山駅下市口駅間のルートが距離の短い直線ルートではなく西側の御所市にある当駅を一旦経由するルートになっているのはそのような事情もあったからである。和歌山線で貨物輸送が行われていた時には片町線特安駅にある近畿車両で製造された近鉄車両を当駅まで公衆輸送を行いこの駅で近鉄へ引き渡されて 古市工場まで搬入したことがある。なお、1982年10月の工場移転により、以降は陸送に変更されたため、近鉄から公衆輸送は廃止された。和歌山線近鉄吉野線長らく緑の窓口は、内賀駅弁は販売しているという、現在の JR としては珍しい駅になっており、閉店した2018年6月時点では、奈良県内の JR 線において、 唯一の駅弁販売駅となっていた。販売されていた駅弁は下記の通り。しかし、2018年6月に駅弁を販売していたホーム上の売店が閉店し、9月下旬に完全に撤去されたので、2018年10月、現在駅構内で駅弁を購入することはできない。ただし、駅弁業者自体は駅近くの本社で引き続き営業している。 JR 西日本奈良県統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。近畿日本鉄道近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。吉野口駅の利用状況の変遷は、下表の通り。駅前は1軒の商店があるのみとなっている。古書市、コミュニティバスとおよど町よどりタクシーが発着している。 西日本旅客鉄道 T 和歌山線快速、普通は木上駅吉野口駅北内駅、近畿日本鉄道会吉野線急行、準急、普通く津駅吉野口駅薬水駅、ありがとうございます。